バンデンバーグ空軍基地はアメリカ合衆国カリフォルニア州にあるアメリカ空軍の基地であるカリフォルニア州の南部サンタバーバラ郡にありミサイルロケットの車上となっている空軍宇宙軍団第30宇宙航空団が運用しており大陸間弾道ミサイルの死者や人工衛星の打ち上げが行われる位置は北緯34度45分 成形120度29分。基地敷地の大部分は起伏のある地形となっている。敷地内には標高700メートルのサンタやネズ3があり、ロケットの追跡基地が設けられている。太平洋に面しており、車上の南方と西方が海であるために、ケネディ宇宙センターと異なって、国軌道への打ち上げに際し問題が少ない。 偵察衛星は極軌道に投入されることも多いことから、これは車上にとって利点になっている。また、クエゼリン干渉を着弾地とする大陸間弾道ミサイルの死者にも適している。なお、1950年代にロケットの打ち上げに用いられた施設である第18射施設はアメリカの歴史遺産に指定されている。1941年に アメリカ陸軍の駐屯地として設置されたのが始まりである。第二次世界大戦と朝鮮戦争の間は訓練キャンプとして機能し、1957年にアメリカ空軍に移管された。空軍は弾道ミサイルの試験と宇宙開発の拠点として用いることとした。1958年にミサイルと宇宙開発に熱心であった。 ホイト S ・バンデンバーグ将軍を記念し、基地名をバンデンバーグ空軍基地に変更した。1968年までに順次土地の取得を継続し、その広さは9万8000エーカーと広大なものになった。海岸付近に位置しているために、陸地上空を飛行する危険を犯すことなしに、弾道ミサイルの試験を行うことができた。 1958年12月16日には、総ミサイルの死者が開始され、1959年2月28日には、総を利用し、国機動人工衛星の打ち上げが行われている。その後も、軍事用無人ロケットの打ち上げのほか、商業用ロケットの打ち上げもここから行われている。2010年1月31日、アメリカ国防総省ミサイル防衛局が行った、 長距離弾道ミサイル迎撃実験にて、当基地より迎撃ミサイルを発射したが、実験は失敗した。2018年7月31日、ミニットマンの発射試験が行われたが、飛行中に異常が発生して、太平洋上で自爆処分された。2020年8月4日にもミニットマンの発射実験が行われ、弾頭は太平洋を6 7 0 0トル飛行し、 南太平洋のマーシャル諸島の近海に着弾した。バンデンバーグ空軍基地は1972年にスペースシャトルの打ち上げ及び着陸地に指定された。中止になった有人機動研究室計画のために作られた SLC-6 発射台がシャトル計画のために再生され、1986年までに発射設備の整備や燃料タンクの設置、 エンタープライズを用いた陸上試験などが行われ、打ち上げ可能な状態まで整備された。しかし、チャレンジャー号爆発事故により、西海岸からの打ち上げ計画はキャンセルされ、発射台はデルタロケット用に改装された。基地には宇宙及びミサイル遺産センターがあり、ミサイルと宇宙開発の歴史に関する展示が行われている。これは、 アメリカの歴史遺産に指定されている打ち上げ施設である SLC-10 に隣接して設置されている。展示のテーマは冷戦の歴史と技術の発展であり、発射施設やロケットエンジンの展示がある。ありがとうございます。